私もこちらはいただいたことないので、ちょっと味見してみますね。あら、ちょっと待ってください。藤さん、藤さん、はい、僕に言わせてください。はい、なんで？あやこのちょびっとお先に味見っこー、味見っこー、なんだ？全然盛り上がらないんですけど、藤さんがカモス食材を先につまみ食いするというコーナーができてる、コーナーができてる、せっかくだから、新感覚のコーナーで、でも香りはね、あれですね、ビネガーっぽい、このちょっといただきます。お、うん、おー、なるほど、マヨネーズというよりも、なんていう、なんかこのマヨネーズじゃないですね、はっきり言って。違うんですか？マヨネーズではない。なんて言うんでしょう、このおしゃれな料理に合うソースのような。ああ、うん。和食以外にもいろいろこう広げられますね、この味だったら。これ、優れもの。この後、細井シェフの調理が始まります。楽しみ。楽しみ。どんな料理になるのか。チョコプラ秋田カモス飯。11月17日金曜夜7時から生ハゲ。